かなチャンネル始まりました、現在石垣島にいるんですけど、ちょっと石垣島で行きたいところがあったので、そちらに今から行ってみたいと思います。で、それがこちらです。じゃじゃーん、じゃじゃーん、この看板めっちゃ眩しい。この看板、じゃん、誰もいないカフェ、誰もいないカフェ、店員さんもおらんのかな、眩しい。ちょっとどんな感じか見てみたいと思います。ではレッツゴー。あ、猫おる、おいでー、いや、寄ってきた。え、待って、めっちゃ可愛い。可愛い。めっちゃ可愛いやん。どうしたん？めっちゃ可愛いやん。いや。やば。うん。なになになに。可愛い。まさかの誰もいないやけど、猫がいました。こんな感じ、入ってみたいと思います。めっちゃ木の匂い。え、どうやって、フリードドリンク、料金前払い。めっちゃおしゃれ、すごいね。はい、コーヒーができました。イエーイ。はい、ちなみにコーヒーはバリスタメーカーで作ってるので、めっちゃバリスタの味がします。で、カラーはだいたい砂糖2つとミルク1個入れます。甘党派です。で、隣にあったこちらも入れてきました。こっちがなんかレモンが入った水みたいな見た目は、これも飲んでみたいと思います。なんかこのここまで来た時の香りはスプライトみたいな、ちょっとレモンとかライム系の香りで、なんか飲んだ味はめっちゃ水になんかもうレモンとライムが入ったような感じです。なんかそのまんまの味。こっちは
匂いがめっちゃフルーツ、なんかジュースみたいな匂いがします。なんか味はお茶みたいな、薄いお茶みたいな、でもちょっと甘い、なんかフルーツの匂い、香りがついてるような感じです。なんか飲んだことのない味です。はい、食レポは以上です。猫ちゃん、さっきの猫かな、これ。あ、さっきの猫と違う。かわいい。さっきの猫と違う、尻尾ふわふわや。はい、こんな感じで誰もいない、本当に誰もいないカフェでした。人はまあいなかったんですけど、猫が2匹いてめっちゃ可愛かったです。はい、今日はあのカフェを見に行くという動画だったんですけど、いかがだったでしょうか。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。では次回の動画もお楽しみに。はい、夜になりました。誕生日はあと残り2時間ぐらいです。でちょっとあのホテルからランタンを借りて撮影したいと思います。めっちゃ顔白いけど。で、竿を2本用意して、1本はあの胴付きの仕掛けで投げ釣りで、あの餌でやろうかなと思ってます。でもう1本の竿は別にルアーで、あの結構浅いので、あのトップでフローティングのルアーでやっていきたいと思います。で今回使う餌はこちらの、バリューで買ったイカのイカそうめんです。でなんでイカそうめんかというと、イカの切り身もあったんですけど、あのイカそうめんだともう切ってくれてるので、あのちょっといい感じのシルエットかなと思って買いました。そんな感じでやっていきたいと思います。はい、で針にこんな感じでイカをつけてみました。磯目みたいな感じで、こんな感じです。めっちゃ釣れそう。ちょっとやっていきたいと思います。で結構ドラグオンもゆるゆるにしといて、置き竿でいきたいと思います。で置いてる間にルアーをやっていきたいと思います。ではいきます。サンゴが釣れた。サンゴが釣れた。今釣りしてる場所がこのなんか砂浜な感じなんですけど、結構遠浅な感じでサンゴがめっちゃあって、やっぱ根がかったりするので、漁港とかに移動してみたいと思います。近くにあるかわかんないですけど。で今多分10時半ぐらいで、あと1時間半誕生日があるんで、1時間半で頑張って釣りたいと思います。はい、ちょっと暗いんですけど、20キロ離れたところの漁港までやってきました。漁港やから多分さっきよりは全然水深あると思うんで、やっていきたいと思います。待って、まさかの全部餌がない。何かに食べられたんかな。ちょっと期待が持てます。全然魚がいません。やばい。ちょっとだけ移動します。周りいっぱい釣り人さんがいます。なんか安心。はい、
というわけで4月18日の誕生日兆候はボズでした。今19日になって10分経って、12時10分なんですけど、今日はこれから帰って、で明日西表島に釣りをしに行くので、そこで、26歳初フィッシュを釣りたいと思います。はい、ということで今日は誕生日の1日な感じでしたが、いかがだったでしょうか。次回の動画では、絶対釣るので、よかったらまた見てください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。